おとといの東京・渋谷。午後8時を過ぎまして、パトロールが始まりました。路上で飲酒をしている人に対して注意喚起などを行っていきます。渋谷区から委託を受けた4人の警備員が朝5時まで夜を徹して行うパトロール。飲み終わったゴミの片付けだけ最後よろしくお願いします。あとすみません、おタバコを喫煙所の方でもいいですか。路上飲酒後のゴミのポイ捨て問題になってまして、最後ゴミの持ち帰りだけ、はい、お願いします。ありがとうございます。 HelloPlease just don't forget your trash here. No, never, never, never. Thank you, thank you. Trash can. Yeah, because you see it's bad, right? So. 路上で飲んでいる人に声をかけていくが、現在はあくまでもお願い。ハロウィーンの時期と大晦日などに限り、路上での夜間飲酒を条例で禁止してきた渋谷区。本年10月から地域の行事等は除き、路上飲酒を通年で禁止するとともに、禁止エリアを拡大、パトロールを拡充することとしました。このほど、時期やエリアを拡大する改正案を区議会に提出。今月の成立を目指しているのだ。なぜか結局飲んでることによって、まあ、ゴミ捨ててもいいやっていうところからまず始まってると思うんですね。そうすると次はじゃあ、 瓶を割ってもいいやとかですね、あとは騒いでもいいやとか喧嘩したっていいやって、そこにどんどん発展していくんですよね。飲酒やポイ捨てが大きな犯罪につながることを懸念しているのだ。コロナ禍で定着した外飲み、そこにインバウンドの増加。こちらはパトロールを開始した去年9月からのデータ。路上飲酒を注意した平均の人数が最高となったのは今年4月。内訳は外国人が 74% で、日本人が 25% だった。声をかけている数だけ見ると外国人が多いことがわかる。だが、こんばんは。渋谷区ね、渋谷区路上飲酒後のゴミのポイ捨てが問題になったね。あ、大丈夫です、大丈夫。ただもうゴミの片付けだけ最後よろしくお願いします。ありがとうございます。一つの通りで1分間に3組が路上飲酒していたが、みんな日本人のようだ。やめられないです。気持ちくて。でも外の空気もそうですし、安いし。午後10時半になりまして、路地に入りますと、このようにお酒の空き缶というのが至る所に放置されている。そして地面にもこのように転がっているような状況なんですね。こちらを見てください。カウンターではないんですけれども、空き缶、それからペットボトルがゴミ箱に捨てられず、そのままの状態で放置されています。最初は日本人から始まっているんだと思います。で、その日本人のやってることを見た外国人が、なんだできるのかというふうに、まあ、誤解してしまってですね、今に至ってるんだろうと思います。その一例が渋谷メルトダウンという、ツイッターなのかな、はい、あるんですけど、これは SNS の渋谷メルトダウンというハッシュタグ。泥酔した人が公共の場で寝ているような画像が数多くアップされている。これを見た外国人が、渋谷はこういう場所だと誤解しているというのだ。 SNS では外国人同士と見られるこんなやり取りも。渋谷駅前では午後6時から翌朝5時まで路上飲酒禁止をする計画だ。もう渋谷メルトダウンが見られなくなるなんて。なぜそんなに外国人は路上飲みが好きなのか。カリフォルニアでは路上飲みはできない。渋谷区の隣新宿区も今週火曜日、歌舞伎町などの一部でハロウィンの期間に限って路上飲酒禁止の条例案を区議会に提出すると発表した。迷惑行為及び来街者の過度な集中による事故等を防止するため条例を制定し、
新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境を確保します。こんばんは、お兄さん。大丈夫ですか、お兄さん。これスマホ、お兄さんの。お兄さん、大丈夫ですか。声をかけられても微動だにしない男性。酒を飲んでいるのだろうか。パトロール隊は警察に連絡。およそ5分で警察官がやってきた。こちらの方。リサ、リサ大丈夫かい。リサ、あ、もう来た。おはようございます。来た。渋谷警察です。来た。どうなんですか。寝るとこじゃないんですよ。ごめんなさい。パトロール隊は警察との連携ができているという。午前0時を超えまして日をまたぎました。私の数えた限り30組以上の人に声をかけ協力を求めていました。もう様々な任務がある。本当に頭が下がる思いです。条例の改正を打ち出した渋谷区。地元の商店会は、我々としては一刻も早く条例がですね、施行していただきたいんですけども、お店とお店の間の境、境界のところにこうゴミが投げ捨てられてるんですね。取り除くのは大変なため、事前に隙間を埋める対策も。センター街の振興組合は、ゴミ清掃のために年間400から500万円という費用をかけていたという。治安的にもちょっとあまり良くない。でその外観的にも来られるお客様がですね、非常に今不快に感じる、で怖いと、いうことですね。午前2時、人影も少なくなった渋谷。しかしパトロールは続く。公園に入りトイレなども点検し、路上で寝ている人に声をかける。ああ大丈夫ですか。そして夜明け。さすがに路上で飲酒する人を見かけることはなくなったが、至る所に空き缶や飲み物などの容器が散乱していた。ゴミ捨て場でもない場所がこのありさま。昨年9月から毎晩のパトロール始めてますけれども、それはまずマナー啓発だった。でマナー啓発でやったけれども、あんまりいい効果が出なかった。だから今度は義務化していこう。で義務化でダメだったら、今度はじゃあペナルティのお金だねっていう話に徐々にっていうのがこの区のスタンスなんですね。渋谷区が10月からの施行を目指している路上飲酒の禁止条例、その実効性はいかに。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。土曜朝8時はウェイクアップ。